まあ、積み上げてきたものが出せたという話がありましたが、改めて今日の試合振り返っていただけますか。まあ、開幕、まあ、再開してから、勝つことができなかったですし、自分たちがやってきたものを、試合の中で出せてる時もありましたけど、やっぱり、勝ちきれなかったり、負けてしまうっていう試合が前回もあったので、自分たちで何か、まあ、変えることはないですけど、積み上げてきたものの中で、選手個人個人が、強い気持ちを持って今日は試合に入れたのかなと思います。一番どんな部分が出せましたか、ベルディとしても取り組んできたものの中では。そうです、まあやり続けてきていることは、自分たちの中で、まあ、なんていうんだろう、特に変わったものっていうのはそこまでないですけど、本当に、まあ、自分もそうですし、まあ、今日点取ったシオンとかもそうですし、まあ、個人で、チームを勝たせれるように、結果を残すっていう強い気持ちを今日は、まあ、自分自身持ってましたし、まあ、そこの違いというか、まあ、メンタル的なところだと思いますけど、まあ、そういうところが結果につながったのかなと思います。リリー選手のシュート数がチームトップで5本打ってます、まあ、そういったところ数字にも表れていますよね。狙っていこうと思っていたんですか。そうですね、まあここまでの試合、個人としてなかなかチームに貢献できている感じもなかったですし、やっぱり、永井さんの中で最後の部分、シュートだったりアシストっていうところは自分だったり前の選手は、求められてましたし、よりその怖いところで、違いを作るっていう意味では、今日強い気持ちを持ってそこは意識してやりました。ゴールのシーンなんですけど、狙いすました、本当にいいコースに行きましたね。狙い通りですか。そうです、まあ自分の特徴が出たシーンだと思いますし、ああいうシーンを多く作れるように頑張っていきたいです。今日はアジスタのピッチ でそのベルディでの初ゴールということになりました。お客様も入っている中でのゴールです。これについてはいかがでしょうか。そうですね、やっぱり、たくさんのサポーターファンがいる中での、ゴールだったので本当に気持ちよかったですし、こういうシーンをたくさん作っていけるように、チームとして努力していきたいと思います。自分たちのサッカーをこれからもやり続けていきたいと思いますし、その中で次の試合も勝って帰ってくるので、引き続き応援よろしくお願いします。